にちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日はですね、こちらのブースターズのクラッチバッグミネルバリス仕様とミネルバボックス、それぞれの違いを比較していこうと思います。でですね、このミネルバリス仕様、ミネルバボックスって何なのかということなんですが、それぞれの革の種類の話ですね。でこちらのミネルバリス仕様というタイプがつるっとしたレザーの質感になります。どちらもバナラシーカルロという革比較会社、比較工場が作ったイタリアンレザーになるんですが、ミネルバリス仕様というのがこのつるっとした、基本的には加工があまりされてないレザーになります。かなりこう革の質感をそのまま生かした雰囲気になってますね。対してミネルバボックスの方は、先ほどのミネルバリス仕様というスムースなレザーに手もみの加工を施したものになります。こう手でしっかり揉むことで、こういう凹凸、シボと呼ばれるんですが、こう革らしい凹凸っていうのが出てきます。ただこれも手もみになるので、結構その凹凸のムラ感っていうのが出てきて、例えばなんですけど、この辺とかですかね、この辺は割とシボがあって、逆にこの辺はシボがあんまりなかったりとか、結構この辺もね、つるんとした感じが残ってたりするので、割と革の個体差、シボ感の出方とかっていうのは物によって全然変わってきます。そういうこう革の個体差の出会いを楽しめるっていうところもミネルバボックスの特徴になりますね。では、こちらのクラッチバッグのですね、形状をご紹介していきます。形としてはかなりシンプルで、こうビジネスシーンにも、あるいはこうちょっとフォーマルなシーンでもお使いいただきやすい形かなと思います。ハンドルがついているので、まあ、こう持つでもいいんですけど、こう下にハンドルを向けてこう抱えて持っていただくのがおしゃれなのかなという個人の見解ではありますがおしゃれなのかなと思います。はい、で内装はですね、こんな感じで、こちら側見えますかね、こちら側にジッパーのポケットが1箇所で、ブースターズのロゴも入ってますね。本当ですね。はい、で逆側、こちら側にはオープンポケット、こんな感じで待ちなしのオープンポケットがあります。なので定期入れとかですね、こうさっと避けとくっていうのはここがいいかなと思います。でメインのお部屋はかなり待ちがしっかり入っていて、芯材もしっかり入れられてるので、かなり型崩れしにくく幅が確保されてますね。ちょっと大きめの長財布とかでもかなりスムーズに入れていただけるのかなと思います。で内装はですね、こちらが、外側がコニャック、リス仕様コニャックという色で、内装はリモンタという、リモンタナイロンと呼ばれるナイロン生地ですね。こちらもイタリア製のナイロン生地、かなりこう光沢があって上品な印象の生地なんですが、リモートナイロンが使われております。でこの内装の生地も表によって少しこうお色が変わったりしますので、そちらは、商品ページの方からチェックしていただけますと幸いです。今回ちょっと違う色でミネルバボックスとミネルバリス仕様のクラッチバッグをご用意してみたんですが、パッと見た感じ印象どうですか？そうですね、うん、なんかリス仕様の方がちょっとカッチリした感じに見えますね、うん、ですよね。こうちょっとミネルバボックスになるとちょっと柔らかい、うん、エレガントな印象になるかなと思います、うん、なのでこう、まあ、質感の好みっていうのは人それぞれかなと思うんですが、割とパリッとしたイメージ、こう、まあ、芯材が入ってるんで硬さとしては一緒なんですけど、パリッとしたイメージがお好きだったらミネルバリス仕様、逆にちょっとこうエレガントさとか華やかなイメージがお好きな方はミネルバボックスを選ばれてもいいのかなというふうに感じました。あとはですね、やっぱりミネルバボックス、デコボコ凹凸があるレザーになるので、どうしてもこう傷だったりとかシミだったりっていうのはミネルバリス仕様よりはミネルバボックスの方が目立ちにくいかなという印象ではあります。なのでちょっとこう傷も一つの味として捉えて個体差として楽しんでいきたいということであれば、結構ガシガシ使って傷が入って味わい深くなっていくのはミネルバリス仕様かなと思うので、そういう方、そういうのがお好きな方はミネルバリス仕様、つるっとしたスムースレザーを、逆にできるだけ目立たせたくないなという方であればミネルバボックスをおすすめします。はい、という
ということで、今日はこちらのブースターズのクラッチバッグ、ミネルバリス仕様とミネルバボックスの比較をしていきました。こちらのですね、お品物についての商品ページは概要欄の方にございますので、そちらもチェックしてみてください。またこの動画が良かった、クラッチ気になるという方はぜひコメント、チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。